ドレの特徴は、音が提灯踊り、そして、女性の男踊りは、うちわを駆使して、踊る踊りでございます。この、ね、結成15周年ですけども、先ほど一部に、東秀祭というのが登場いたしました。この、結成10周年で、非常に素晴らしいものがありますけども、高円寺の阿波踊りどこの連も連協会の連というのは非常にレベルアップをが急激にしておりまして、このスダク結成15周年ですけども、見事な音そして見事な踊り、自分たち阿波踊りの二拍子を大切にしながらもオリジナリティで、自分たちのスダク連の阿波踊りスダク連の音を作り続けております。それではご覧ください。スダク連です。Thank you.
ありがとうございました。